そこのあなたあなたは何からできていますかあなたはどうですか多くの人は「細胞?」と答えるでしょう <laughs> でもある意味それは正しいかもしれませんが間違っているかもしれません細胞の数よりずっと多くのものがあなたと一緒にいると言ったら えとと驚くことでしょうその一緒にいるというものは微生物です人の体はおよそ60兆個の細胞からできていると言われていますがそれよりずっと多い数の微生物があなたと一緒に住んでいますなのでそこにいるあなたは細胞からできているのかそれとも 微生物の集合体なのかよくわからないほどです一人ぼっちの時も百鳥匹のお友達が <laughs> 一緒だなんてもう寂しくないですよね目には見えない微生物ここに挙げてあるのは全部微生物です馴染みのあるものやないものがあるとは思いますが 微生物と人間の間のには切切っても切れない関係がありますここ三河の地というのは古くから醸造産業がとても盛んな地域です酒味噌醤油、みりん酢はもちろんのこと豆味噌とかたまり醤油、白醤油など他の地域ではほとんど見られないような 発酵食品もたくさん作られています。普段は微生物のことをまあ意識することは少ないと思いますが身の回りは微生物であふれています。人一人の体の中に百兆個の微生物がいるというわけですから地球全体で考えるとそれはそれは天文学的な数字になるんですね。微生物学研究の権威である 坂口欣一郎先生はかつてこう言いました。微生物に頼んで裏切られたことはない。<laughs> これは無数に存在する微生物が何らかの形で我々の期待に応えてくれる、我々の課題を解決してくれる、そういう意味だと私は思っております。実際に多くの微生物が私の期待に応えてくれて、 20年以上にもわたる私の研究生活を支えてくれています例えばこの酵母という微生物ですがおいしいお酒を作ってくれる微生物として有名ですおよそ10年ほど前大学ブランドのお酒を作ろうということになっていろいろな花から酵母をですね探し始めました 花からお酒ができるだなんておしゃれでいいと思いませんかきれいな花に願いをかけて、えー、いろいろな花から微生物を探し酵母を探し始めました花を摘んできて培養液に入れて微生物を増やしてその中から酵母を探し出していきますこの作業を繰り返すこと約200種類の花を繰り返し繰り返し 頑張って探しましまたそしてようやく取れたのが赤いカーネーションだったんですこのカーネーションから取れた酵母を使ってお酒を作ってみましたこのお酒ですがとても甘酸っぱくて美味しいお酒ができました女子学生にもとても人気でした <laughs> やっぱり微生物は 酵母, <laughs> 母と同様にこの発酵に関係する微生物として麹菌というのがいりますこの麹菌ですが国の菌と呼ばれるほど日本の醸造には欠かせない微生物になっています日本人は約1,000年にもかかってこの麹菌を 発酵に適したような、醸造に適したように飼い慣らしてきました。私はこの麹菌の可能性に今注目しています。麹菌というのはカビの一種です。ですけれども、このカビの一種、麹菌はとても食欲が旺盛で、いろんなものを食べます。非常に食いしん坊です。先ほどお話しした酵母は、 花の中から取れたくらいですから花の蜜とか果物の糖などしか食べませんとってもグルメなんですねそれに比べて麹菌は全く違います何でも食べてくれます雑食なんですね私と一緒です <laughs> まあ食べると言っても口があるわけではありません食べたいものに応じて酵素を出しますその酵素によって 分解して小さくしてその小さくしたものを吸収して栄養に変えていますではどうしてこの麹菌はその食べ物の違いを知りでそのそれに合った酵素を作るのかとても不思議じゃありませんか実は麹菌っていうのは 酵素の設計図をたくさん持っていてい体の中に設計図を遺伝子の形で蓄えているのです私たち日本の研究者が中心となりましてこの麹菌の全ての遺伝情報を解読しましたこれはまあその一部ですがいろいろな酵素の設計図がこの麹菌の遺伝 遺伝子の中に含ままれていいるととうことが分かりましたたくさんあるということは分かったんですがそれと同時によく分からないような遺伝子設計図もたくさんあるということも分かりました麹菌がどうやって餌を見分けてそれに適した酵素を作り出すのかこの仕組みが分かれば我々は麹菌に意のままに酵素を作らせてそれによって人間の役に立つような物質を手に入れることができます まあ小さな小さな麹菌ですがとても大きな可能性を秘めているのですそこで私たちはこの麹菌にマンナンという物質を食べさせてみましたマンナンというのは植物の多くに含まれている食物繊維の一つです例えばマンナンが含、ま、たくさん含まれているような木くずとか 食品の野菜ののゴミ食品のゴミなどを麹菌食べさせるとそれを分解する酵素を出してそれらを糖に変えてくれます。ゴミが糖に変わるのです。ということはゴミだって食べられるということになります。ゴミを食べるだなんて <laughs>。と思うかもしれませんが、まあ、例えば家畜の飼料に加えることもできますね。なので 我々はそのお肉をありがたくいただくことができます、まあ、そのようにして物を得ることができますが例えばその糖を別の微生物に食べさせるとプラスチックを作ることもできますまたそれを油とかアルコールに変えて燃料にすることができますそれから例えば抗生物質とか抗がん剤などの薬だって作ることも でできるんですすごくないですか、まあ、このような期待に胸を膨らませて私たちはマンナンという物質を麹菌に食べさせてみたのですしかし予想もしないことが起きました麹菌が小さくてよくわからないタンパク質を大量に作っていたのです私たちはそのタンパク質が何なのか調べるために たくさん実験をしてみましたでも手がかりがつかめないまま時間が過ぎようとしていました信頼していた麹菌が私を裏切ろうとしているのでは不安がよぎりました、まあ、このような実験をするときに調べたいタンパク質に小さな目印をつけておくのが普通ですがある時この目印を外してみようということになりましたその時です そのよくかからなかったた質が酵素としして働き始めました見事にマンナを分解し始めたのです麹菌から新しいタイプの酵素が見つかった発見された瞬間でしたまだ麹菌にはそんなに面白い酵素が残っていたのかと学会でも注目を集めました麹菌はやっぱり 私を裏切っていませんでしたその酵素は小さくて熱にも強くて普通の酵素と随分性質が違っていましたその新型酵素を使うと例えば高齢者のために野菜などの食べ物を柔らかくして飲み込みやすく消化をよくすることができます例えばそのマンナンが分解された 折りごとができるのですがそれは腸の中にいる善玉菌の生育にもとてもプラスになります夢はどんどん広がりますこのように千年にもわたって慣れ親しんできた工事菌にもまだまだ多くの可能性が秘められています我々はその可能性をどんどん追求していきたいと思っているんですが工事菌というのは た,った1種類の微生物ですしかしながら我々人間が現在取り出して培養して調べることができる微生物は微生物全体のたった1%またそれ以下であるということが知られています、まあ、小さいけれども非常に影響力を持つこの微生物のことを私たちはほとんど何も知らないと言ってもいいわけです しかしながら裏を返せば微生物にはまだ100倍以上も可能性が残っているということを意味しています私たちはこの微生物のことをもっともっと研究する必要があると思っています今日からあなたもあなたにくっついている微生物のことを意識してみてくださいその微生物たちの可能性をもっと知ることは とても大事です。地球環境と人間の生活がうまく調和していくためには、私たちは微生物のことをもっと知らなければいけません。微生物の持っている潜在能力を引き出すことによって、ますますより良い社会を生み出していくことができると考えています。今、もしあなた方が、衣食住や、 植樹などの身の回りの問題とか地球環境とかエネルギー問題とか今解決しなければならない課題を抱えていたとして今すぐ微生物の研究を始めればいつか近い将来にその課題は解決されると言ってもあながち間違いではありません微生物に頼んで裏切られたことはない あなたも一つ、何かを頼んでみませんか。ありがとうございました。